はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、セレクション第3弾夏のヒーロー阪神登場選手予想やっていきます。はい、というわけでね、8月11日の VSP カップで発表された、セレクション第3弾夏のヒーローなんですが、ここでね、登場するメンバーに関しては、8月14日に松坂大輔さんの公式 YouTube チャンネルで公開されることが発表されています。で、このガチャに関してはね、8月18日登場となってます。というわけでね、セレクション第1弾、第2弾が早かったっていうのはね、このセレクション第3弾夏のヒーローをね、例年のセレクション第2弾の時期に出してくるためだったっていうことでした。で、今回のセレクションに関してはね、10連目にゲントスコーチついてるっていうところで、セレクションに興味ない方とかね、無課金美課金でスルーしてる方に関しても10連目だけ引く価値はありますと。まあ、ただね、今回10連目にゲントスコーチついてて、さらにね、無料10連も来るっていうところで、実はね、セレクションの無料10連っていうのは史上初となってます。で、これに関してはね、深読みにはなるんですが、無料10連もあってね、ゲントスコーチついてるっていうところでね、もしかしたら12球団全部にね、目を通した時にプロスペ初登場っていう選手が多くてね、限界突破しづらい選手が多い可能性もねあるんじゃないかなと思います。というわけでね、今回の動画ではまずは今後の8月の日程予想をやって、その後に阪神で登場しそうなセレクション第3弾の登場選手候補紹介やっていこうと思います。それではまずは8月の日程予想をやっていこうと思いますが、その前に今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは8月の日程予想やっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでね、まずは8月の日程予想やっていこうと思います。というわけでね、8月の日程は大体こんな感じになるんじゃないかなと思います。というわけでね、8月15日まで今来ている TS 第5弾プロスピヒーローズがあって、8月15日にね、おそらく通常追加を抑えっていうところが来ると思います。で、8月15日から3回目で8月18までやって、8月18からセレクション第3弾夏のヒーローが、まあ、8月25までね、開催されるんじゃないかなと思います。で、この段階でね、通常追加が残り2ポジションっていうところなんで、ここの8月25日でね、通常追加ダブル追加して、さらにね、ここで TS 第6弾がね、来る可能性あるんじゃないかなと思います。で、これに関してはね、過去に前例があって、2年前のね、 TS 第5弾に関しては20連目40連目でね、 TS 確定かつ裏でね、通常追加先発中継ぎダブル追加っていうね、 TS と通常ダブルのトリプル追加っていうのがあったんで、まあ、もしかしたらね、8月25日に通常と TS のトリプル追加はね、可能性あるんじゃないかなと思います。だけどね、8月25日から9月1日まで TS 第6弾と通常追加で、あとイベントが来て、9月1日にシリーズ2を迎える流れになると思います。で、9月1日にシリーズ2を迎える流れになるっていうのは、ミキサーの終了日がね、9月1日なんで、9月1日にシリーズ2が解禁されるはずです。で、長くやってる方はね、気づくかもしれないですが、8月はね、毎年パワープロの日記念福袋っていうのが来てたんで、まあ、パワープロの日記念福袋を出すのであれば、おそらくね、8月25日にね、登場させてくるんじゃないかなと思うので、まあ結構ね、8月18日からセレクションを、ね、1週間入れるってなると、8月25にね、結構パンパンのね、爪の更新がやってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、ここからは阪神の登場選手候補紹介やっていこうと思います。というわけで、まず一人目、藤波さんです。はい、というわけでね、阪神の選手で夏の甲子園といえばね、藤波さんかな。というわけで、藤波さんを紹介させていただきます。で、藤波さんに関してはね、まあ、おそらくこの TS の能力で来るんじゃないかなというわけで、完全スタミナ型のデフォルトで球威スタミナ A と、で、投石性先発のみで、球種はこんな感じで、通信フォーク持ちです。で、ストレートに関してはね、これシュート方向に動くんですが、このストレートはね、おそらくナチュラルシュートに変更されて登場してくるんじゃないかなと思います。で、特殊能力は超奪三振、剛速球、あれ玉で登場してくると思います。というわけで、まあ、藤波さんに関してはね、2012年の甲子園でね、春夏連覇した投手っていうところで、まあ、出してくるにはね、一番いい投手かなと思います。まあ、ただね、今回のセレクションがね、どこまでね、登場してくる基準があるかっていうのがね、難しくて、まあ、松坂さんのね、公式 YouTube チャンネルで発表っていうところなんで、まあ、西武はね、松坂さんが登場してくる可能性あるかなと思うんですが、まあ、現役選手だけなのか、それともね、TSOB 選手とかも含まれてなのか、もしかしたらね、ワールドスターも含まれてなのかっていうところはね、難しいなと思いますが、まあ、もしね、全部 OK なのであれば、藤波選手がね、一番ヒット候補かなと思います。まあ、ただしね、藤波選手今年メジャーっていうところでね、シリーズ2のワールドスター対象ではありますと。まあ、なので、もしね、ここでスプリッツ4400のね、藤波さんが出てきた場合、またね、シリーズ2でワールドスターで4400の藤波さんが登場してくることになります。まあ、ただね、そこに関しては過去にね、ダルさんがセレクションで登場してワールドスターで登場してね、両方スプリッツ同じっていうのがあったんで、同じようにね、今回スプリッツ4400でセレクション出てきて、ワールドスターでね、また4400が出てくる可能性はね、全然あるかなと思います。はい、というわけでね、2人目秋山選手です。秋山選手に関しては2009年に甲子園出場しています。というわけで、まあ、おそらくね、今回のセレクションに関してはね、2021年のね、石橋貴明セレクションとか2020年のダルビッシュセレクションみたいな感じでキャリアハイでね、登場してくるんじゃないかなと思うので、今回ね、2018シリーズの秋山さんで行かせていただきます。で、この秋山さんに関してはね、 TS の候補選手紹介でもね、まあ、散々上げてるっていうところで、自分の動画をね、普段
から見てくださってる方ならね、結構ね目にしてるんじゃないかなと思います。だけどね、この秋山さんが完全請求型のデフォルトで請求 A で、称号でね QA かスタミナ A が狙えます。で、投手適性が先発のみで、球種に関してはこんな感じで通信フォーク持ちとなってます。まあ、ただしね、最近のだとナックルカーブ持ちなんですが、この秋山さんに関してはドロップカーブ持ちとなってます。だけどね、このドロップカーブがパワーカーブとかに変更されればね、まあ、結構ね強くなるんじゃないかなと思います。で、特殊能力は超援護コントロールタイピンチというわけで、コントロールタイピンチ持ちとなってます。だけどね、この2017年にね12勝したっていうのがねキャリアハイなんで、まあ、この秋山さんがね登場してくる可能性はあるかなと思います。続いて3人目、西純也選手です。西純也選手に関しては、ね、2019年がね高校3年生なんですが、まあ、2019年ではなくね2018年にね甲子園に出場しています。で、そのね2018年にガッツポーズでね話題になったこの西純也選手がね登場してくる可能性はあるかなと思います。で、査定的にはね、まあ、おそらく2013シリーズ1にねプラス1した能力で出てくるんじゃないかなと思うので、9位から75、72、67で登場してくると思います。で、投石性が先発面で突っ込れ中継ぎ可能です。で、球種に関してはこんな感じで通信をスプリット持ちとなってます。で、特殊能力は長距離安定感対左打者となってます。というわけでね、西純也選手がね登場してくる可能性はあるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、野手行って1人目北条さんです。北条さんに関してはね2012年の甲子園の決勝で藤浪さんと対戦したっていうところでね、まあ、もしねワールドスター大賞のねメジャー組の選手が登場できないのであれば、北条さんのね可能性はあるかなと思います。で、北条さんに関してはどの年度がキャリアハイかっていうと難しいんですが、2016年がね一番試合に出場してるっていうところで、2016年を査定した2017シリーズ1で今回行かせていただきます。というわけで、ね、弾道中弾道でミートが67、65、67のデフォルトでミート総力同値となってます。まあ、ただね、ここに関してはね2017年っていうところなんで、この年度がね登場してきたとしてもね、この査定で来るかは分かりません。というかね、能力アップする可能性はあります。で、守備適性がショートメインで、突然でセカンドサード可能です。デルワン三世が補給から29、48、66となってます。で、特殊能力が超流し初球で、この時代はね2つなんで、もう1つ分かりません。というわけでね、2012年に藤浪さんとね甲子園決勝で戦った北条さんがね出てくる可能性はあるんじゃないかなと思います。はい、というわけでラストは高山さんでしたけどね、高山さんに関しては高校3年生のね2011年に甲子園夏出場していて、甲子園でのね通算打率5割でねチームを優勝に導いてるっていうところで、まあ、藤浪さんがね登場してこなくて優勝メンバーっていうところでね今回固めてきた場合、高山さんのね登場はあるんじゃないかなと思います。で、高山さんに関してはね2016年ルーキーの時がねキャリアハイっていうところなんで、そこを査定した2017シリーズ1がね登場してくるんじゃないかなと思います。というわけでね、その時の査定が弾道中弾道でミートが71、67、73の称号でミート総力同値が狙えます。まあ、ただね、さっき北条さんの時にも言ったんですが、この頃はね若干査定が違うっていうところでね、今回登場してきたら若干能力修正入る可能性はあります。で、守備適性がレフトメインで、突後でセンター可能です。で、ウラン三世が補給から36、50、51となってます。というわけでね、この能力のまま出てきたら守備につかせるのは怖いです。で、特殊能力は超チャンスメーカー片目打ちで、もう一個分かりませんというわけで、まあ、高山さんに関してはね甲子園で優勝してるっていうところがあるんで、まあ、登場候補にはね名前上がってるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はセレクション第3弾夏のヒーローについての予想をやっていきました。いかがだったでしょうか。で、今回ねセレクションが来るっていうところと、通常追加が3ポジション残ってて、さらにね TS が6段まであるのかっていうところがね難しいところなんですが、まあ、個人的にはね残りで全部詰め詰めでね来るんじゃないかなと思ってるんで、まあ、なかなかねこの8月末っていうのはね、人によっては球団によってはね暑い夏になってくる可能性もありますし、もしかしたらねスプリーグ必須選手なんていうのもね登場してくる可能性あるんじゃないかなと思います。だけど、もしよければ皆さんの夏のヒーロー登場選手予想をコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。